フィラデルフィア・フライヤーズはアメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィアを本拠としているナショナルホッケーリーグ所属のプロアイスホッケーチームである。フィラデルフィア市は何年にもわたって NHL のフランチャイズ権を活望要求し続け、1967年になって NHL が発足40年にして初めてリーグを拡張させた時にやっとその一つを得ることができた。 新チームについては NHL 加盟チームの内エクスパンションシックス以外のいわゆるオリジナルシックスチームの全主要選手の遺跡を禁ずるという制約的なルールによって足枷がはめられていたフライヤーズ創設シーズンにおけるチーム得点王であるレオンロシュフォートですらわずか21ゴールといった状況であった百六十七年十月十九日スペクトラムで行われた 最初のホームゲームでは観客はわずか7000人しか集まらなかったがピッツバーグペンギンズを1から0で破った NHL に新規加入した6チームはすべて西部地区に所属させられフライヤーズはその初年度に同地区第1位の成績を収めたしかしプレイオフ第1ラウンドではセントルイスブルースに大敗を喫した1970年代初頭頃にはフライヤーズは オリジナルシックスチームにも挑戦しうるだけの実力を見せ始めていた。1973年10月11日の開幕戦でケイト・スミスがゴッドブレスアメリカを歌った。このシーズンチームはスタンレーカップ初優勝を果たしバーニー・ペアレントがコーン・スマイス賞に選ばれた。現在もホームで行われるプレイオフではケイト・スミスのビデオクリップ映像が流される。 1974年、フライヤーズは第6戦でボストンブルーインズを破って見事、エクスパンションチーム初のスタンレーカップ優勝を成し遂げ、ボビー・クラークはエクスパンションチーム初のスーパースターとしてその名を表した。しかしながら、フライヤーズは他チームからは、ならずものチームのお名を着せられた。と揶揄されたし、実際にもそのようなものであった。例えば、 スタンレーカップに優勝したそのシーズンには、7選手合計で100分を超えるペナルティを受け、また、ある選手は、一人で348分のペナルティを受けた。このようなチーム体質はこの後も続き、翌年にもバッファロー・セーバーズを破って、スタンレーカップに連覇を達成したが、デイブ・シュルツは記録となる472分のペナルティを受けた。1976年1月11日には、 スーパーシリーズの一戦として、HC チェスカ・モスクワと戦った4チームの中で唯一勝利した。その試合までに、クスカはニューヨーク・レンジャースに7から3、モントリオール・カナディアンズに3から3、ボストン・ブルーインズに5から2と毎シーズンにプレイオフに出場したオリジナルシックス3チームに2勝1分の成績を上げていた。バーニー・ペアレントを首の怪我により書いていたこの試合で、 ソ連のホッケースタイルを知り尽くしていたフレッド・シェロヘッドコーチはパスワークの匠なくすかの選手をフィジカルなプレーで自陣に多く侵入させない戦略を立てた第1ピリオド0対0の場面でエドファン・インプがワレリー・ハルラモフに激しいチェックを行い頭部への肘打ちでハルラモフは脳震盪を起こし数分間意識を失ったペナルティはコールされなかったこのプレーについて ファンインプは後に正当なチェックであり、ハルラモフが倒れたままなのは、演技であると思ったと語った。ソ連のコンスタンティン・ロクテフヘッドコーチは、選手たちをリンクから控室に引き上げさせ、試合は17分間中断した。NHL コミッショナーのクラレンス・キャンベル、NHL 選手会、エクゼクティブディレクターのアラン・イーグルソンの説得デクスカ、は、リンクに戻った。 この試合に対して、ボビー・ハルは、スティックは残殺者になるために、我々に与えられているのではなく、観客に楽しい試合を見せるためにあるのだ。ニューヨーク・タイムズは、ホッケーに、テロが勝ったと評した。こうした批判に対して、フレッド・シェロヘッドコーチは、フライヤーズは、殺人者の集団ではなく、非難を浴びているのは、NHL 最強チームであるからであり、我々は、他のチームより、 ガッツがあっただけだと語った。決勝でモントリオールカナディアンズに敗れるが、この後も1982年まで毎年少なくともプレーオフ第2ラウンドまでは進出をするといった好成績を残した。1980年は2年目フォワードのケンリンスマンがチーム得点王となってカップ決勝進出の原動力となるが、第6試合におけるボーブ・ナイストロームの 延長決勝ゴールにより、ニューヨークアイランダースの前に敗北する。もっともこの試合における同点ゴールについては、フライヤーズのファンからは、アイランダースがオフサイドを犯していたのではないかと信じられている。またこのシーズンにおいては、フライヤーズは35試合連続無敗の記録を残している。1985年にも、ゴーリーのペレリンドベルグや共に40ゴールを挙げた、ティムカー。 ブライアン・プロップらの活躍により、カップ決勝に進出した。しかし、エドモントン・オイラーズの前に歯が立たず、1勝4敗で敗退した。1985から1986シーズンの開幕直後に、ペレリンドベルグが自動車事故によって死亡した。その影響もあって、そのシーズンは、シンデレラチームのニューヨーク・レンジャースの前に、プレーオフ1回戦で敗退した。 翌1987年はゴーリーにロン・ヘクストールを迎えチームの若返りを図って再びカップ決勝に進出した。オイラーズとのシリーズでフライヤーズは0から2とリードをされた後3回逆転勝利を果たした。第6戦でも第3ピリオドに JJ レグノーがゴールを決めヘクストールがマークメシエを止めて第7戦まで持ち込んだが第7戦で敗れた。 1987から1988、シーズンはパトリック地区で3位と不本意な成績に終わった。1989年、コーチのマイク・キーナンは解任され、その後任にはポール・ホルム・グレンが起用された。この年、ティム・カート・リック・トケットは、共に40ゴールを挙げ、フライヤーズは、ウェールズ・カンファレンス決勝に進出した。その後5年間は、 ニューヨークレンジャースとの間で行われたエリック・リンドロスをめぐる調廷合戦に勝ちを収めたにもかかわらず、プレーオフ進出がならなかった。しかし、ロックアウトにより短縮された1995年には、リンドロス、ミカイル・レンバーグ、ロド・ブリンダ・モア、ロット・ブリンド・アムール、ジョン・ル・クレアラの活躍で、カンファランス決勝に進出した。また、その2年後には、 スタンレーカップ決勝に進出するが、ここでもデトロイト・レッド・ウィングスに敗退した。1999年に向けて、シーズンオフに得点能力の高い右ウィングのマークレッキを再び獲得すると、イースタンカンファレンス決勝に進出した。2000年には、ルーキー・ゴーリーのブライアン・バウチャーの大活躍もあって、カンファレンス決勝に再進出した。フライヤーズは、 このシリーズ3勝1敗と先行したが、ここから対戦相手のニュージャージーデビルスは、カップ決勝史上をまれに見る大逆転劇を演じた。この敗北から、チームは、ポストシーズンで、行き消沈し、バウチャーは不甲斐ないゴーリーブリを見せて、そのポジションを前チェコのスター、ロマンチェチマネクに明け渡すことになる。2001年には、チームは、再び第1ラウンドで、 バッファローセーバーズの前に姿を消した。このシリーズでは、共にチェコナショナルチームのゴーリーを務めた、ドミニク・ハシェックとロマン・チェチマネクが顔を合わせたが、第7戦で和令対8の結果に終わった。翌2002年は、フライヤーズはまたも第1ラウンドで敗退する。この時の対戦相手は、対等しつつあったオタワ・セネターズであった。ゴーリーのチェチマネクは、 チームの大看板であるアダム・オーツ、マーグレッキ、ジョン・ルクレアラの制裁を各プレーにもかかわらず、安易にゴールを許したと非難され、このシリーズ敗北の責任の大半を負わされた。そのシーズンオフには、GM のボビー・クラークは、チームの大改造を行った。まず、コーチのビル・バーバーを解任し、後任には、カップ優勝経験があるマイガラス・スターズのヘッドコーチ、ケン・ヒッチコックを据えた。 また、選手では、新人時代に一大旋風を巻き起こしたバウチャーを、放出し、トレードでフェニックス雇用ー,ーズから、マイケル・ハンザスと控えコーリーとして、ロバート・エッシュを獲得した。2003年になって、プレーオフ第1ラウンドで、トロント・メープルリーフスを粘り強く第7試合で、下したが、第2ラウンドではまたも、セネーターズ相手にいいところなく2勝4敗で、敗北した。 フライヤーズがプレーオフに進出するにあたっては常に紙面でのロンギーが絶えないのであるが例えばロマン・チェッチマネクのようにラッキーなゴールを許しただけにもかかわらず対セネターズ戦でお粗末なプレーを見せたと公然と通列な批判を浴びた選手もあったチェッチマネクはフライヤーズ在籍中の3年間でガーリーグ第2位の好成績を残したにもかかわらず シーズンオフにロサンゼルス・キングスにトレード放出された。チェチマネクの遺跡に伴い、フライヤーズはフリーエージェントでゴーリーのジェイフ・ハケットを獲得するが、同選手はシーズン途中にめまいの疾患によりチームから去った。こうしてロバート・エッシュがエース・ゴーリーとなると、その活躍によりフライヤーズは2000年以来のカンファレンス決勝進出を果たした。2004年3月5日、 フライヤーズはオリジナル6以外のチームでは初となる記念すべきチーム1万ゴールを達成する。この試合、フライヤーズ対セネターズ戦は大変に荒れた試合となってペナルティ419分と NHL 最多記録を残した。2005から2006シーズンもプレーオフ進出を果たしたが2006から2007シーズンはプレーオフどころか。 NHL 再開に沈んでしまった。チーム再建の名のもとに、チームはキャプテンになりたてのピーター・ホースバーグをナッシュビル・プレデターズに放出、見返りでドラ12名とドラフト指名権2つを手に入れた。一方で、来期以降に向けてのせい、ゴーリーとしてマーティン・ビロンをバッファロー・セーバーズから獲得した。2007から2008シーズン前に、 ホースバーグのトレードで獲得したドラフト指名権を利用して、ナッシュビルからキーモーティモネント・スコット・ハートネルの交渉権を獲得。6年契約にこぎつけた。シーズンではそのティモネント・生え抜きのマイク・リチャーズがオールスター出場。プレイオフに2年ぶりの登場となり、カンファレンス決勝まで残ったが、ペンギンストのペンシルベニア対決に敗れた。 2008から2009シーズン前には1970年代のジャージをモデルにしたサードジャージをデビューさせる。レギュラーシーズンではジェフ・カーターがオールスターに出場するなど飛躍。キャプテンに就任したリチャーズと共にチームを引っ張ったが、プレーオフでは1回戦からいきなりペンギンスに当たり、敗退した。また、2008から2009シーズンにデビューしたサードジャージには、 プレイオフ以降正式なホームゲーム用のジャージとなった。アジアリーグ所属の日本のアイスホッケーチーム、日光アイスバックスのチームカラーも、フライヤーズと同様オレンジ、白、黒である。これは1999年の発足時、限られた時間の中でユニフォームを制定する際、地元のスケートショップにたまたま1チーム分揃って、 いたのがフィラデルフィアフライヤーズモデルだったという事情に由来する。ありがとうございます。